こんにちは。やっほー。なんかめっちゃさ、今日さ、この右側の三つ編みがむっちゃゆるゆるでさ、ほどけかけてるんですけど、こんにちは。なんかね、いつものメイクさんじゃなくてね、あ、お話し会申し込んだからよろしくね。ありがとう。やばい、もうめっちゃあの声、変だね、変になっちゃった。ハーフアップにしよう。こんにちは。今日はひたすら、あの、じゃあ分かった、みんなに私のことを、まあ、もっと知ってもらおうということで、みんなに、そう、髪の毛ね、可愛くしてもらいました。みんなにもっと私のことを知ってもらおうということで、みんなの質問をいっぱい答えていきたいと思います。なんか何でもどんなことでも NG なしです。答えられることは全て答えていきます。こんちくわ、こんちくわ。身長は161か162です、その辺。血液型は O 型です。 AKB になる前に子供の頃の夢は、クレープ屋さんとか、とかっていうか、そう、クレープ屋さんとか、あとシチューバーデスさんにもなりたいって言ってましたね。なんかスチュワーデスさんになりたかったのは、弟と二人きりでおばあちゃん家とか行った時に、すごいスチュワーデスさんに優しくしてもらったのをが記憶に残ってて、頭に残ってて、それでなりたいって思うようになりました。優しくしてもらったのは、そう、私優しい人大好きなので、昔から、そう、気弱なので、私は強い人とかに言い返せないんですよ、昔からね。言い返せない性格なので、優しい人が大好きです。とにかく幼稚園の先生慣れたよ、すごい。パン派、ご飯派、ご飯派。好きなドラマは、なんだろう、でも今ドラマ見てないんですよね、全然。好きなドラマなんだろうな。でも昔ドラマっ子でした、めっちゃ。テレビっ子、ドラマっ子めっちゃ見てました。言い返すのって難しいよね。なんかもう、そういう気強い人とかは、もうこういう人なんだなって、なんかもう、なんかそういうあれなのかなって思ってます。俺メンタル弱いけど、ヤミン優しいから大好き。わかる、私も優しい人が好き。私もメンタル弱いからさ、ちょっと言われたことでさ、もうシュンってなるのね、すぐシュンってなるっていうか、そんないちいち言わんでもよくないってなっちゃう。漫画とアニメだとどちら、漫画も全然読まないです。アニメもドラえもんくらい。ドラえもんも最近見れてないんですよね。でもアニメかな、どちらかといったら。
に優しくってか、そうだね、なんかもう性格の問題かもね。強めの性格なのかみたいな。きつい人って自分で自覚なさそう。ああ、わかります。なさそう。なんか自分が一番だと思ってそう。朝はなんかリップグロスのお話し会の宣伝をツイッターに上げたくて、それでなんかツイート被るなと思って消しちゃった。なんか気に入らなくて切っちゃいました。余計に返してるけはきつくなる自覚。なんか指導の面とかで怖いとかは全然、それはまあ、ね、なんとも思わないけど。小説私も読まないな。あ、水のツイートね。メンバーで仲いいのは、でも16期仲いいです。はーちゃん16期みんな仲いいけど、やっぱ同じチームのはーちゃん仲いいかな。はーちゃんとかみんな仲いいですよ。はい、仲良しです。他にはありますか？メグさんね、メグさんとも優しくしていただいてます。エミン、10月29、11月3日追加分も取れたよ、ありがとう。11月3日今1部も2部も完売になってて、ありがとうございます。嬉しい。誕生日に欲しいもの、おめでとうって言葉が欲しいです。メガさん怖い時ありますか？ないです。後輩に怒ったりとかきつい言い方してる姿とかは見たことない。先輩で特に仲良しって他にいる？でも自分から何の気兼ねもなく話しかけられるのはエリーちゃんとユイリさん。メグさん、チームホンの先輩は全員話しかけれます。うん、誰だろう、茂木さんとか。はい、仲いいとはまた違うか。でも優しくて好きです。なんか、優しい人が好きです。こんばんは、こんばんは。なんでそんな美白なんですか？ね、今日ね、初めて使ったんですよ、今日のファンデーション。でもなんか確かにマスクにそんなついてないかも。ずんちゃんがね、めっちゃ肌綺麗で、でずんちゃんに何使ってるのって言って教えてもらったファンデーションを私も買って使いました。そう、買いました。そう、弟さんからなんて呼ばれてる？あーちゃんです。家族からあーちゃん、昔からあーちゃんって呼ばれてます。あとあれかも、時間厳守に関しては自分にも人にも厳しい。あ、でも分かりますよ。そう、なんかそういうのはさ、性格のきついよ、あれ、優しいじゃないじゃないですか。チーム O に一番入ってほしい17期生。そんな選べません、みんなです。なんか公演一緒に立ってないわ。公演見てから一人一人の印象とかも変わったし、まあ、もっとみんなと仲良くなりたいと思ったし、みんなのこと知りたいし、なんか私怖がられてないかなと。やっぱ私第一印象怖いのかな、どうなんだろう。でも別にドラさんからなんかそんな怖いって言われたことは多分ないはず。ないはずだから、全然話しかけてほしいです。でも今日もちょっと話しましたよ、みずみんとかえりちゃんとかほてちゃん。16期を家族に例えならあゆみはどの立場になると思う？まず父母ではないですね、完全に。お姉ちゃんとかでもなさそう、別に。もうね、もうね、妹ってわけでもないしな、てなるとお姉ちゃんなのかな。
オーラがある。オーラはないよ。ソララは話したことある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 。そう、ゆいゆいさんのドラマ出たよねって出たよねって一緒に話しました。そう、お互い出たから。何恋公演は出ないかな。しっかりしてる長女。本当に。あ、まあでも確かにダンスとかそういう面では長女感は特にないかもしれないけど、みんなをまとめたりとか。だけどまあ確かに私生活私生活愛理ちゃん話しましたよ。この前前座で出てくれてて、そう、私のこと好きって言ってくれてるんですよ。本当かな、わかんないけどさ。でもキーちゃんが本当に好きなんだよ愛理ちゃん、あやみんのことって言ってくれたので信じてますで話しましたよ。かわいい、見つめられました。見つめてきてさ、愛理ちゃんが上目遣いでキュルルンってお目目で見てきて、かわいいってなっちゃった。劇場公演はだいたいね、平日は6時半開演です。18時半。ゆき姉は話した。ゆき姉ってゆきちゃん、平田ゆきちゃん話したことある。平田ゆきちゃんめっちゃ美人だよね、顔タイプ。なんか最初さ、17期生の写真がなんかバーンって一列に並んでる写真があった時に、ママも私もゆきちゃんのこの子かわいいって、かなちゃんとかも言ってた、この子かわいいって。みんなその写真ブワーってなってると見た時、そう、かわいいってゆきちゃんのこと言ってた。めっちゃ美人、大好き、ああいう顔、美人さん整ってるよね。めっちゃみずみんも美人。うん、みずみんは公演見て気になりました。この前のゲネ見に行って、なんかすっごいクールな、なんかなんだろう、クールなお姉さん、お姉さん的存在、クールなお姉さんっていうイメージなのかなって勝手に思ってたら、公演とか見たら全然そんなことなくて笑ったりとかしてて、え、私ね、なんかオンリートゥデイでポーズしていくところがあるじゃないですか、一人ずつで。そこでみずみん見てて、みずみんがなんか片足立ちしてて、で多分ひょろってそうバランスが取れなくてカタってなっちゃってたんですけど、それが可愛くて、可愛い可愛いって思って、みずみん見て笑にこうってしてたら、私のことみずみんあみたいな顔で見た気が、え、わかんない、知識過剰だったらごめんなさい、なんか見てくれた気がするんですけど違うかな。愛ちゃんお顔可愛い上に、なんだろう、パーツも綺麗。あ、わかる、目大きいよね愛ちゃん。みずみんショールームではキャピキャピしてる。そうなの、みずみんハリマちゃんと似てる気がする。あ、ね、それ言ってる人多いですよね。みずみん、え、もうハーフさんに見えました、ユニットやってる時。てかそのジュンクレやっててめっちゃ美人だし、めっちゃ似合うし、似合うなって思って見てたけど、やっぱそれもそうだけど、なんかもう美人さんなのはさ、もうある、もうなんかそれはもうイメージだし、誰もが見てもだからさ、なんか美人、そういうジュンクレとかやってももう、あ、やっぱ美人だなってなるからこそ、なんか可愛い曲とかやってほしいなって思ったし、オープニングとかめっちゃ可愛かった、可愛いって思った。ヤミン、この後寄ってあたりですが、今日はもうおしまいです。今日は全部全てのことを終了しました。今さっき任務を終えてきました。みーちゃんファンですが、ヤミン美人なお姉さんだね、いつもそれコメントしてくれますよね、ありがとう。11日のテレ東さんの番組の見どころは、見どころなんだろう、でもどこが使われてて、どこがどう放送されてるのか分かんないけど、なんか私最初さ、ゆいりさんと麦さんの中で13期さんのそんな同期の中で、しかもさ、ゆうなもぎおんさんっていう中のゆうもぎさんの中に
入っていいのかなって、絶対2人だけで楽しみたいよね、楽しみたいよね、だって楽しみたいよなって思ってたんですよ。そんな夏休み、しかもさ2人とも忙しいし、そんな貴重な、大丈夫かなってすごい不安だったんですけど、不安っていうか、そう大丈夫かなって思ってたんですけど、もうそんな心配してた私がもうバカでしたってぐらい、もうめっちゃ優しくて面白いし、2人ともさらに好きになったし、さらに尊敬する部分も増えましたね。見どころじゃなくなっちゃったけど、なんだろう、そうだから2人と話してるところっていうのかな。そう、木さんとかめっちゃ優しい感じだからね。なんかずっとさ、チーム K で一緒だったじゃないですか。だけど離れちゃったからさ、久しぶりにああやってお話できて、なんか前の距離感じゃないけど、なんて言うんですか、なんかにちょっとまたなんか近、その K の時の感じになんかなってた気がして、なんて言ったらいいのか分かんないけど、嬉しかったです。テーマは山と海なので、村山たゆみに選んだこと、いや多分関係ないと思います。美味しいもの食べたよ。ドラえもんの道具で1日だけ使えるのは何使いたい？もしもボックス使いたい。お、明日誕生日です、だっておめでとう、また明日お祝いさせてね。好きな食べ物ベスト3は、うわー決められないけど、牛タンと、牛タン、パスタ好きかな、あとオムライス好きです。目玉焼きにはソース、おソースです。牛タン好き、牛タン大好き。そう、この前ね、めぐさんとね、ネギシ行きましたよ。めぐがネギシにハマってるから一応言ってあげて。違うんです。そう、メールにはね、あれ、メールに書いたよね、私。あれ書いた、そう、あれ送ってなかったかもしれないけど、めぐさんこの前レッスンの、そう、ネギシに連れてってくださったんです。ごちそうさまです。今度は私が連れて行きます、めぐさんのこと。一緒にネギシ行きましたね。なるさんもネギシ好きで、でもなるさんはね、今ね違うんですよ、いぶりがっこが好きなんですよ。そう、そう、それでね、私いぶりがっこってなんじゃって感じだったんですよなんか魚なのかなって思って、でそしたらこの前ね、レッスン上にいぶりがっこがあって、そうで、なんかマネージャーさんがこれ食べていいやつだよって言われて、そうなんですかって言ってもらったんですよ。美味しかったですそんな耳なかった、嘘、じゃあ遅れてないのかな、時間、あれ、嘘、送ろうと思って遅れてなかったのかな。でも文字打ったの覚えてるんだよね。そうね、いぶりがっこって燻製なんですね、びっくり、すごい燻製だった。なんか昔バーベキュー、昔家族でキャンプとか行った時を思い出しました。なんか燻製のチーズとかやってたから。いぶりがっこどんな味、なんかね、たくあんを燻製したみたいな感じ。秋田の名物なんだ。そうそうそう、美味しかったです。でも地元のだけど苦手です。あ、でも確かに燻製が苦手な人は苦手かもしれないね。でもなんかね、なんだっけ、クリームチーズと一緒に食べるって言ってたから気になる、それも食べてみたい。 YouTube は今んとこ予定はないですね。
確かにお酒に合うね。合いそうな感じだね。ネギシのミンメルやっぱ送ったよね。だよね。だよね。だよね。燻製好み分かれるね。そういえばプレゼント届いた。今みたいなギブだ。え、最近じゃないよね。結構前だよね。届いてる。その時のお手紙載せてないっけ私。ケーキの種類はタルトとか。タルトが好きです。でもね、あんましね、甘いものそなんかね、なんだろう、チョコとかそういうのは平気だけど、そう、あんまし食べれないんですよね。でもタルトとかが好きかな。タルトってさ、分厚くないじゃないですか。細い、薄いじゃないですか。だから食べれやすくて好きです。でもチョコとかも好き。ポンちゃん飲んだこともちろんあるよ。一時期ね、タピオカハマりすぎてて、ペットボトル買うじゃないですか、喉渇いたらね。もう私、その時の私やばかったから、ペットボトル買うんじゃなくて、喉渇いたらゴンチャ買ってました。だからゴンチャのポイントカードが一瞬で貯まるの一瞬で貯まってた。もう高校の時、本当にあの時はやばかったですね。飲みすぎてましたね。じゃ飲んでました。その時タピオカ屋さん減ったね。確かに。こんちゃんはウーロンミルクティーかほうじ茶が好きです。昨日病院に行ってあれなんかの時まだ分からなかったけど、今日の朝に分かった。大丈夫ですか。最初つらいよね。私も最初が一番つらかった。私と一緒とは限らないもんね。大事にしてください。渋谷でファンに見つかるまで帰れません企画。いや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 当日帰れるかな。ずんちゃん今でもタピオカ好きって出たよ。うん、好きよ。私も好き好き。タピオカ変わらず好きだよ。好きだよ。ウーロンミルクティー飲みながら配信見てるの。美味しいよ。キリンさんと私は話が違いますからね。その帰れません。朝のバスの話聞きたいんだけど。そう、それね、今日今朝ね、こうやって満員バスに乗り込んだんですよ。で、こう普通にこう乗車して、この辺にこう普通に歩いて、こう奥に入ってったら、そう、今日朝バス乗ったんですけど、奥に入ってったら女の、で、女性の方、もう20代だったと思う。20代後半ぐらいのかな、かな、こうなんかコンサートの映像を見てて、でそれがチラッと目に入って、で結構背の高い方だったんですけど、でチラッと目に入って、で、この人数にこの衣装 AKB じゃないって私思ったんですよ、その時にね、一瞬で。でって思った直後に前田敦子さんがドーンってよりで映って、やっぱりと思って、 AKB の映像を見てると思って、あのね、そう、その方が東京ドームコンサートの映像を見てました。コンサート映像でも、ってことはさ、映像倉庫の会員とかなのかな。私さ、そう、その時さ、ちょっと焦ったっていうかさ、これ AKB の、いつの、なんか最初峯岸さんの卒コンか単独コンかなとか思ったんですよ。最近のそっちかなと思ったら、そう、東京ドームのを見てました。私のことじゃ知らないかと思って。めっちゃね、28歳くらいかな。いや、さすがに声かけれないでしょ。トントンって AKB の映像見てますよね。 AKB です。さすがにそれはできません。
それでね、地元分かっちゃってもね、なんかあれだし、うん、私と本当に同年代もちょっと上かな。でも30代ではないですね、本当に24、5歳。東京ドームコンでした。気づいてほしかった。いや、ドスッピンだったので今日の朝だから。まあでもね、話しかけられるのは嬉しいですよ。さすがに自分からは声かけれないかな。プレゼント開封動画はね、いらないかな。そう、なんかね、プレじゃない、お手紙載せたりしてるんですけど、なんかプレゼント開くのなんかまたちょっと違うかなと思って、そうプレゼントはね、写真とかに載せてないんですよね。まあお手紙はさ、やっぱ返信できないからさ、ファンの方に、なんかやっぱファンの方って届いてるのかな、どうなんだろうって不安になるじゃないですか。そう、でも大体プレゼントだけをボーンって送られてくることはそんなにない。大体お手紙とか入ってるんですよ、これですみたいな。そうだから、まあお手紙したらまあ届いてるってわかるかなって。こんばんは、こんばんは。お、久しぶりじゃないですか。みんな南のファンの方かな、レモンだ。ありがとうございます。やばい、待って、なんて読むんだろう。なんとかた、もうこれってなんだっけ、読めないな。ありがとうございます。タワー、お城タワー、ありがとう、ありがとうございます。でも許されるのは返事書くでしょ、もちろん。プレゼント開封配信はやらないかな。私まゆみちゃんにお手紙書こうかな、ぜひ。プレゼントも届いてるか、ファン、でもさ、大体ファンの方ってプレゼントだけで送んないでしょ。プレゼントだけで送ったらさ、誰から来てるか分かんないから、やっぱ大体ファンの方ってなんか一言手紙とかさつけてくれたりするから、だからその手紙が届いて、自分が例えばこのリップと一緒に、リップ送れないけど、この手紙を送りました、リップと一緒に、でこの手紙が載ってるんだったらプレゼントも届いてるんだなって思っていただければ幸いでございます。はい、プレゼント届かないことは、それなんかあれじゃない、なんかルールあるじゃないですか、 AKB って、それに反してるとかじゃない。そうじゃない限り必ず届くと思うけど、プレゼント返品ない限りは届いてると思ってます。確かにね、そうだね、そうですね。そう、なんかね、コロナ禍の時とかにファンの方が石鹸とかなんか全然買えない時あったじゃないですか、ハンドソープとか。そう、その時にね届けてくださったりしてたんですけど、そう受け取れなくてさ、そういうので戻されちゃったりとかもありますね。お手紙は一度なんか見られてるからボロボロになってることってありますか。全くないよ、大丈夫、ちゃんと届いてる。ピアスはね、開けたいですね。そう、大めっちゃ何年だ、もう高1、高2、高3、第1、2、3、4だからもう7年してないから、もうピアスの穴閉じちゃいました。研究生の時にピアスとかはしてなかったので、そう AKB 入ったと同時に
ピアスつけなくなったので、そしたら穴が閉じちゃいました。また開けたいですね。でも記憶力いいと思います。一回会って数ヶ月後とかに6ヶ月前に1回会ってるよって言われたら、ちょっとそれはまたあれかもしれないけども、その間にね SNS とかにコメントくれてたりして名前覚えてるとかはあるけど、でも早く覚えたいという気持ちではいます。ずっと常に研究生はピアス NG なんだよね。なんかでもね、16期ドラさんまでと今はさ全然結構もう違うから、いろんなことがルールとかだから今はどうなんだろう、分かんないけど、ピアスの穴取れるっていうかね、なんかもう塞がっちゃってるって感じ。9月24日のお話会行くよ。待ってるね。 Thank you。 早く公園入りたいね。会いたいです。待ってるよ。かなちゃんね LINE してます。最近会おうねって話して、そう夏休みっちゅう夏休みっていうか7、8月会おうかな、会おうって言ってたんですけど、そう会えなくてね。今も研究生って髪型決められてるんやろか。うん、今は特にねそんなんかことごとに合わせてって感じだと思います。切れたゴムがどこ行っちゃった。えみちゃん的にはどんな気持ちなん今ですか今びっくりした。あ、初波動、波動ファイト。波動もうすぐだね。なんか最初さ波動次この日出ますよって言われた時に9月13日ってまだまだじゃんって思ってたんですけど、あっという間に9月の13日になりますね。という間やね。という間ですね。シーシューはね、結構前にメモを見ました。メンバーで一番最初に見たのかな。え、わかんない。それはないかな。ナナさんがさすがに一番最初か。傘持ってきてます。職場でヒサリプ流してくれてるの嬉しい。ヒサリプ波動応援よろしくお願いします。当たるようにおまじないして。なんだなんだなんのだ。チーム4もうね総合優勝の可能性ないらしいですよ。ないんですって。ないけど最後はやっぱ優勝して終わりたいよね。あやみんが踊るヒサリプ楽しみにしてて。私も歌番組とかね出たいね。早く出れるように頑張ります。
波動を先に聞いておくと何に振るのがいい、今回は段数とシールドにしようかなと思ってます。なんとこキャラに当たりたい。私のですか？大丈夫よ、当たるから。11月3日の1部と2部以外は当たりますよ。ご安心ください。エミンと話したい。嬉しい、私も話したいです。エミン好きになってからリアルな女性に関心なくなってしまったんですが、このままでいいですか？いいんじゃないですか、今私を好きで幸せなら。幸せ？シールド出せるよ、私前回も出したよ。アニハモの配信ね、でも何かしらしたいよねっていう話はしてました。この前何かしたいよねって。今年のツイッターの T シャツはねもう決まってる。ガチ恋されるのは嫌ですか？嫌じゃない。ガチ恋ってさ、どういう、ガチで恋してるみたいな。私がキャプテンになる日は、私はキャプテンタイプではないですねキャプテンはね大変だと思いますよ。すごい大変なことだと思う。だけど本当になるさんは素敵なキャプテンだからすごいなって思います。ね、キャプテンってやっぱさ、ついていきたいって思う人じゃないとじゃないですか、ね、いや、そう、ファンの方はついてきてくれるかもしれないけど昔テニス部のキャプテンじゃなかったっけ。あ、はい、テニス部の部長でした。でも一番うまかったわけじゃないんですよね、うん、キャプテンはそんな役回りのイメージあります。どうなんだろうね。なんか、テニス部みんなついてきてる。楽しかったです、テニス部は。最後までずっとそう、部長してました。こう見えて文字キャプテンやるってさ、文字って話すほどのあれもないけど可能性もないけど、そしたらやっぱ私はさ、今なるさんを近くで見てるからさ。でも私のそのあれが、キャプテン像がなるさんがすごすぎるから、なんかそれを思ったらやっぱなれなそうあんな風にはなれませんね。私は何回だって恋をする声は私はないです。そう、なるさんを見たら私には無理だなって思っちゃう。なるちゃんが理想のキャプテン、だって、まあ、一番近くで見てるキャプテンだからね。来週のサムネイル出てくれ。出たい。関西行きたい。 USJ 行ってみたいです。でも怖い乗り物多いかな、 USJ。エミンさん、ひゆかちゃんに教えてくれてありがとうございます。ひゆかちゃんのファンの方かな。そんなわざわざご丁寧に、全然何もしてないですよ。ありがとう。会いたいな。元気かな、ひゆか。普段聞く音楽は何ですか？普段は AKB 聞きます。基本本当に AKB 聞いてる。
好きなアーティスト、なんか AKB 以外に好きなアーティストさんって言われても思いつかないくらい AKB 聞いてます。あ、でもね、あの女性の方、あーと名前が出てこない、忘れちゃったあ、でもあいみょんさんとかたまに聞いたりします。坂道さんは、あ、でも聞きたいです。なんかおすすめの曲あったらいっぱい教えてください。アクアタイムズさんの虹はもう極戦ですよね。ドンピシャ世代なので知ってますよ、そんな曲は。好きなキャラクターはドラえもんとジェシーです。ジェシー、トイストーリーが好きです。エミのこと好きだからお話から緊張しちゃう。緊張しなくていいよって言われても緊張するよね。嬉しい、ありがとう。でも楽しい時間にしようね、必ずね、会いに来てくれるから。13、そうじゃん、13日春香織なんだ。うわー、ゲスト枠波動休んで、じゃあ春香織のゲストで言うからいや私はもう春香織がいいのでちょっとすいません、波動はドラえもんの映画はピースケが好きです。17期生の推しメンはエリちゃん、橋本エリコちゃん。みんな可愛いけどね、みんな可愛い、みんな好きです。みんな好きですって言うとまたちょっとあれだけど、みんな可愛いです。推しメンはエリコちゃん。波動行く人ピン、確かにそんなこと言っちゃいけなかった。波動楽しみだよ、みんなに会えるの楽しみ、近くで会えるからね。楽屋にいてテンション上がるメンバー誰？ゆいりんごさんテンション上がるっていうか、いっぱい喋るからね、ゆいりさんとは。私がいっぱい喋っちゃうだけなんですけど、はい、まあ、あとは16期とかがいたら、ラーメン食べるなら一風堂だっけ、もうラーメン食べたい。一風堂のラーメンは一回だけ食べたんですけど、なんかこんなに美味しいラーメンがあんのかって言おうとしちゃった。あるのかってくらい美味しくて、もうラーメン界の推しでした。推しです、一風堂。同期って結構みんな年近い、近いかな、近いです。そんな離れてません。みんな一番離れてて、くるみと離れてんのかな。くるみが今高3なので、わかんないけど、そんぐらいゆいりさんとつるとんと一緒に行ったことない。行ってみたい。行ったことある、一回だけね、おばあちゃんと行きました。トゥルトンタン。 AKB の特に好きな楽曲は何？いっぱいあるけど、いっぱいありますけど、僕だけのバリューとか、ありがとうって曲とか、私たちのリーズンとか好きです。かおりちゃんは一番離れてない、いや、かおりちゃんの方が近い、くるみとの差より。かおりちゃん会ってないな最近、全然元気かな、元気してるかな、最近全然会ってない。バリューいいよね、バリュー好きです。公演曲とかあまりわからないから勉強しなきゃ。あ、そっか、私今ねサムネイル公演っていう公演に出てるから、もしよかったらその声の曲聴いてみてね。いい曲いっぱいあるから。私のおすすめはだから君が好きなのかは、すごいいい曲です。あと全ては途中経過も好きな曲なんですけど、すごい曲でも全部いい曲、本当に。シングル以外で神曲探すのにハマってます。教えてください、今度これっていうのあったら。
ちょっと待ってね、一旦。あ、来た。すいません。ごめんなさい、ただいまです。なんかレッスン場から音が聞こえてきたような気がしたので、焦ってちょっと無音にして耳を澄ませたら大丈夫そうでした。誰かの携帯からの聞こえないか。サムネイル声は好きなメンバー多すぎ、チーム方がってこと？ってことは今の、今家じゃないよ、ここ事務所にいます。レッスン場がそばなので、そう、音漏れが怖いじゃないですか。まあ離れてはいるからあれだけど、今から電車乗って帰るんだけど AKB の何聞いて帰ろうかな。ゼロサム太陽なんとなく出てきた。チーム4史上最高の締め紙、本当？全員に言ってないですか？本当にありがとう。エイミーって療養期間では何を持っていたの？何を持っていたの？他の48はね、聞きますよ、聞きます聞きます。あやみ、日本武道館のライブグッズの悩み打ちは注文した。日本武道館にも絶対持っていくね。ありがとう、ありがとうございます。ちょっと今一瞬時間見ていいですか。あ、47分、そろそろかな。 HKT の楽曲いいよね。私はあなたのことが好きですか。私、優雅みよってこと。優雅みよ、みずみんのキャッチフレーズみたいになっちゃった。え、好きじゃないですか。逆に質問しますけど、違うんですか。こんにちくわ、こんにちくわ。この前職場で僕体流してたよ。素敵、ありがとう。6時48分ね、ありがとうね。あとじゃあ5分質問に答えていきますので、もうみんな今がチャンスですよ。私今何でも答えるってかもしれないから。答えられる範囲でね。僕体流して一人テンション上がりながらマスク越しでニヤニヤしてた。いい曲だよね。僕体好きな理由はあやみんが好きだからだよ。ありがとう。これからもその愛たっぷりでいてください。スクショタイムしよう。なんとね、5日の公演で初めてあなたを見ました。かっこよかった。嬉しい、ありがとうございます。幸せです、そんな風に言ってもらえて。ラーメン屋さんで僕体流れたの、すごい。あれかな、ランダムで流れるやつ。やってみたい髪色は、なんだろう、でもやってみたい髪色前やったんですよね。なんかミルクティーみたいな色、ピンクとか、なんかピンクっぽい感じの、なんかいい感じのパープルっぽいの。でもパープル私似合わない気がするな。ブラウンはねよくやるので、でも昨日染めたんですよ。もう本当にプリンがひどくて染めましたね。けどサンリオで好きなキャラクターは、私はシナモンロール、シナモンかわいい、ポチャッコが好きです。ポチャッコ
ドレッドって何？ドレッドって髪型？荒野コードない、荒野コード今やってないんだよね。一時期さめっちゃハマってて、でまたやりたいなって思って入れようかなって思ったけど入れなかった、結局入れなかったんかーい。そう、今年の劇場全部優勝かな、あ、下手センブロね、えセンブロ入ってほしい。プリン気になると止まらないくらい気になっちゃうね。そう、もうひどかったのプリンが。あやみちゃんの差し入れ、ドラえもんとジェシーとポチャッコに決定。ありがとう、差し入れくれるの。キノコ派タケノコ派、お菓子でしょ、タケノコです。リラックマさんが好きです、でもあやみんがもっと好きです。私リラックマに勝っちゃった、シャンプーは今一髪使ってます。一髪でもね、私が好きだったねシャンプーがなんかなくなってるんですよね最近。お休みの日は何して過ごしますか。最近何したっけ。あ、ご飯作ったり練習したりしてました、コンサートとかの。サウナ行く時もあります、たまに。関口メンディーさんの髪型なの、どれ、どんな髪型だ。最近のおすすめアイスは、あ、ミニストップのね、アイスっていうのかな、あのさ売店みたいになってるじゃないですかミニストップって。そこで買える、あのレジで注文するタイプのアイスの白クマみたいのがあるんですけど、それめっちゃおすすめ、美味しかった、すっごい美味しかったから食べてみてください。アスカルピスのアイスはねお家にあってね食べますよそれ。よし、皆様そろそろ大丈夫、ごめんなさい一瞬音消しました。そろ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 、ランキングじゃなくてまずスクショタイムからしていきたいなと思います。なんかしてほしいポーズありますか。あ、そう、この前ねミスさんにね、あやみんのポーズって何かあるって言われて、って悩んだ結果これって言いました。なのでこれが多分私のポーズです。本当は両手にしたいけどね。両手でも可愛いけど。鼻がムズムズする。そう、ミスターがツイートしてた。あ、もう終わるよ。もう終わります。
よし、ではギフトを読みたいと思います。サンピラーさん、カモンさん、タカヒロさん、パンダマルさん、オクタゴンさん、サトキチちゃん、ベレッタさん、なぎさちゃん、ペンギンヒップさん、あーまたギフトが更新されちゃってるね。ギフトくださった皆様ありがとうございました、本当に。そして次ランキング読みたいと思います。13位ケン、ありがとう。12位はぐれさん、ありがとう。11位ほうこ、ありがとう。10位オクタゴンさん、ゴン、ありがとう。9位モジャ、ありがとう。8位ライシ、ありがとう。7位ペンギンヒップさん、ありがとう。6位カナリアさん、ありがとう。5位パタパタタカヒロさん、ありがとう。4位なぎさちゃん、ありがとう。3位さときちちゃん、ありがとう。2位アルニストさん、ありがとう。そして1位、ありがとうございます、韓国の方、レモンダン、ありがとうございます。では皆さん、今日も配信見てくれてありがとうございました。私はお家へ帰ります。あ、ね、オカリナツイッター再開したみたいなので、皆さんぜひだってぜひチェックしてみてください。ではさようなら、バイバイ。みんなたくさん質問ありがとう、お話し会も申し込んでくれてありがとうございます。会えるの楽しみにしてます、とってもとっても。バイバーイ、またねー。